高3です。春からバイト始めようと思ってるんですが、何かおすすめがあれば教えてください。あのコンビニは本当にそのみんながやってるのとアホな客がいっぱいいるので面白いので、あの体験してみてください。まあ、その普通にまともな大学行ってまともな就職先行っちゃうとアホと絡む機会なくなっちゃうんですよね。なのであのアホと絡む経験はしといた方が社会とのズレが少なくなると思うんですよね。あのその菅首相が会食をよくしてて、でなんか会食を最近しなくなってズレてるみたいな話があって、そのあの例えばニコニコ動画出た時にガースですって言うみたいな、あとそのなんかあのなんかあのその鬼滅の刃のネタを使ってなんか全集中の呼吸でみたいな国会で言っちゃうみたいな、あの完全に滑ったじゃないですか。でそのなぜ滑るかっていうと世間の空気が読めてないからなんですよ。でその世間の空気がなぜ読めないかっていうと、その知り合いと会食をすることで、全集中の呼吸ね、知り合いと会食をすることでその世間のリアクションっていうのを知るっていうのをやってたんですけど、所詮知り合いとの会食なんですよ。ただその GoTo トラベルやった理由っていうのが、じゃあその二階さんっていう人がそのお金も、まあ、あの欠勤もらってるから GoTo トラベルやれよって菅さんが言って分かりましたってやるみたいな。であの GoTo イートをやった理由っていうのが、そのグルナビの会長さんから年間400万とかだっけ、なんか献金もらってて、でグルナビにお金が行くようにその GoTo イートっていうのを始めましたと。あの GoTo イートって飲食店に対するその補助金のように見えるんですけど、あの飲食店っていうだけだと補助金もらえないんですよね。あの特定のサイト経由で予約した場合だけ補助金がもらえるっていう仕組みなんですよ。なのでそのなんかあのグルナビとかだったりっていうその特定のサイトを経由した時だけもらえるので、普通にじゃあ二郎に行ってなんかラーメン食った時に、じゃあ二郎ラーメンというか別にして、その二郎にじゃあ GoTo イートの補助金出るかっていうと出ないんですよっていうのがあって、なのでその知り合いといろいろ話して、その知り合いが幸せになる形っていうのを実現するっていうのをその菅さんはやってたんですけど、でまあ会食もなくなって、その世間、要はあの自分を支援してくれる人がどういう要望があるかっていうのも分からなくなったっていう状態で、まあ今迷走してるんじゃないかなと思うんですけども、はい、今あれ何の話をもともとしてたのか忘れちゃいました。